全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかの。わしの名前はおーキドじゃ。今回もポケットモンスターショートシールドで久しぶりにマジカル交換やっていこうと思うぞ。さて、最近やってなかったから改造中とかのね、あの出現率がどうなってるかわからないんじゃが、まあ早速ね、闇の世界へ潜っていくぞ、ピッピカチュー。さあ、ハンターハンターさん、よろしく頼むぞ。サルノリを送りつけてゆく、ピッピカチュー。初手1パチということでね、はい、ハンター協会にお前加入して、その金でパチンコ打つな。なんかマスターダークライってすごい名前だな。雑談しようと思ったらなんかすげえ中二病みたいなやつ当たっちまった。あれおかしいね。マスターダークライ改造してちゃったな。もうすぐじゃん。早すぎでしょ。3回目だよ、交換。確かマスターダークライじゃしな。何がマスターだ、ボケが。底辺ダークライに改名しろ、お前はバカな。しょうもない。持ち物はどの道預かるしかないんで、後でまた処理しないといけないですね。はい、ルカリオバイバイ。でもなんかね、色違いの改造ポケモンがこうやってね流行りまくってるとね、なんか改造ポケモンじゃないさ、正規の色違いポケモンもさ、勘違いされそうじゃな。で、雑談なんですが、近々なんか手術するんですよ、わしね。うん、だちょっとなんか痛いって言いながら配信する可能性があるんで、ちょっとねそこだけ皆さんちょっと気をつけていただければなって思います。はい、なんかね、別にそんなすごいのじゃなくて、なんか粉瘤っていうなんか出来物を摘出するだけなんで、全然ちょっと待って、今日やばくない、今日やばいわ。マジカル交換壊れちゃった。レジアイス、持ち物持たせてねえな。え、ちょっと待って、これ、え、これ正規じゃねえ、もしかして。正規だぞ、おい。マジカル交換って正規の純伝説ポケモン来るんだ。ガチ？正規の純伝説ポケモンとか送られてきたのワンチャンウルトラサンムーン以来とかなんだけど。お、これあれでしょ、ねえ、ポケモンホームに送って伝説ポケモンと交換しよう。さあ、マナト君、よろしく頼むぞ。サルノリを送りつけてゆく、ピッピカチュー。あ、やっとなんか普通のマジカル交換に戻ってきたんじゃの。さっきまでガチで異常じゃったからな。ダイパにダウンロードコンテンツを予想としてはない。逆にアルセウスは DLC あると思う。なんかゼルダの伝説で DLC 来たから多分 DLC 出すと思うんだよね。ちょっと待って、お前。博士はブリブリダイヤモンドとキラキラパールどっち買いますか？ブリブリダイヤモンド買います。なんやねんキラキラパール。なんかそのダイパ生放送近々やろうって思ってるんだけど、ダイパじゃなかった、プラチナじゃな。ダイパは全クリしたから、プラチナをやろうっていうね話が出てるのよ。多分ダイパリメイクはおそらくプラチナ要素が来ると思うのね。じゃないとダイパは登場ポケモンが少なすぎるから、プラチナ要素を足してこうダイパリメイクとしてね出してくると思うんじゃよ。だからプラチナをある程度やっておけば、さらにダイパリメイク楽しめるんじゃないかなってわしはそう思います。ということでね、ダイパー生放送見てくださった方もね、見てくださってない方もぜひとも、プラチナ生放送やるのでぜひ遊びに来ていただければなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ヒロポー、舐めてんのかお前、名前それな、なチッポーみたいな。おい、しょうもない鳥同士で交換するんじゃない、焼き鳥にして食っちまうぞなあ。塩派です、わしは。色違いの海洋が、色違いのグラドン、どっちがかっこいいですか？海洋がですかね。色がまるでピンクローターみたいで、それで潮吹きっていうのはまさにそういうのを狙う。マイシーさん、よろしく頼むぞ。
明日からヒバに追加されてひよってるやついる？いねえよな。全然これまで似てね、すいませんでした。全国のマイキーファンの皆様、二度とこ の発言はしません。申し訳ございませんでした。大麻禁止環境面白かったけど、まああのあれがクソだったわ。受けループクソだった、マジで。ほんと何が楽しいのかわからん、受けループは。他人の不幸が大好きで根性ひん曲がったやつ。受けループ使ってるやつはあれですか、炎上してるあの有名人にクソリポ送りがちってことだよね。要はね、漫画のなんかセリフのスクショを送りつけてそう。これ偏見だなマジ。一回送られたからな、なんか仮面ライダー好きなやつはなんかあのそういう炎上事とかニュースサイトのあのリプで仮面ライダーのスクショ貼りがちっつってバカにしたら、で仮面ライダーファンのことバカにしないでもらっていいですかってめっちゃ怒られたから、やめようそういうの。でもこれは事実だと思うんだよね。全員が全員そうじゃないってのはもちろんわかるよ。だから撮り鉄もちゃんともう科目に電車を取って他人に迷惑をかけない撮り鉄はいるけど、撮り鉄は全員やべえやつみたいな感じで世間は見てんじゃん。だから仮面ライダーオタクもスクショ貼りがちだからやべえやつと思われてんの。だからそうならないようにするためには、じゃあそのそういう風に見られたくない仮面ライダーオタクの皆さんね、あのスクショ貼ってるやついたら仮面ライダーファンの品位を疑います。あなたはファンじゃありません。仮面ライダーファンを名乗るならそういう行為は絶対しないでくださいって注意喚起しろ。お前千里の道も一歩からローマは一日にしてならずということでね、頑張っていただきたい。ジェイクさんよろしく頼むぞ。シャンデリアを送りつけていくんじゃの。ピッピカチュー。お願いマッソめっちゃモテたい。お願いマッソめっちゃモテたい。お願いマッソめっちゃモテたいから、うはっ筋肉にお願い。あとわかんない。ドニーさんよろしく頼むぞ。しっかりとシャイニングスコーピオンを送りつけていく。ピッピカチュー。はいはい、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンね。10月31日です、撮影日ね。渋谷に浮かれて出てるバカども、ほんとしょうもない。わしは一回も行ったことありません、渋谷のハロウィンに。陰キャなんで。何が楽しいんですか、人混みにまみれてあんな変態仮装大賞。気持ち悪いんじゃボケども。ツイッターにエッチなコスプレあげるのは賛成です、いっぱいあげてね。ヒイラギ豆知識、渋谷のハロウィンの日は渋谷のラブホテルは満員です。みんなも終電には気をつけよう。まあ、わしの放送を見てる地域どもはどうせそういう渋谷のハロウィンとか行ってもどうせ女の子とかも喋ることもなく、ただ遠くから見て、あのコスプレしてる足めっちゃ出てるとかなんか舐めますように見て、で盗撮して警察に捕まるみたいなカスどもしかいねえから、まあどうせこんな豆知識言ったところで何の参考にもなんないと思うんだけど、でもまあ一応ね、やっぱそのもしもそういうことになった時のために、もしかしたらホテルが空いてないかもしれないから、あの泊まれないから気をつけてねっていうのをこう伝えてあげる、この YouTuber の鏡っていうかね。まあそういうやっぱりね、わしもそういうことをできる気しないんだけど、でもしもそういうことになった時のためにやっぱ肝に銘じておかないといけないし、ちょっと漢字読めないんですけど、チーギューみたいな魚を送りつけていくんじゃの。ピッピカチュー。いいね。またハロウィンの流れですか、ミミッキュみたいなローブを着た女の子にこう迫られて、ミミッキュのあのね、あの中身見たらショック死するらしいんですよ、あの原作の設定上では。でもミミッキュの布をかぶってる女の子に迫られて中を見たら勃起しちゃいますよね。つまりはそういうことなんです。何が言いたいのか分かんなくなっちゃった。さあ島尾さんかな、よろしく頼むぞ。ミミッキュを送りつけてゆく。ミピカチュー。あーもうハロウィンの流れからもうクリスマスの流れ、お前これ以上わしを追い詰めないでくれ。クリスマスはリア充を燃やすい。それってもしかして犯行予告ですか、殺害予告やめた方がいいですよ、犯罪ですよ。桜餅さんよろしく頼むぞ。しっかりと伝説ポケモンガーディーを送りつけてゆけ。ピッピカチューニャース。ん、あーこれ色違いなんだ。マスターボールだ。しかも桜餅おめえの改造中か、テクニシャンだもんな。ほんと
改造中みんなテクニシャンね。なんでニャースをさ改造で作って配布しようと思ったのこいつは。需要なさすぎだろどう考えても。何がしたかったんじゃ。とりあえずマスターボール預かって逃がしていく。よし、じゃあ今回もしっかりとマスターボールをね処理していこうというふうに思うぞ。あ、ハロウィンだしちょうどいい。おめえだバケッチャーな。おめえはマスターボールの中でね、ステイホーム、ハロウィン渋谷に行くんじゃねえぞ。立派なお家の中でステイホーム。いやもうステイホーム城みたいな流れではないけれども、やっぱね TPO をわきまえていただきたい。さあバケッチャーを捕まえてゆく。あとはなんかこいつね、渋谷で女をナンパしてそうなマッチョ陽キャ男ね、こいつもマスターボールでぶち込んでステイホーム、ステイホーム、ステイホーム。これで、渋谷で感染爆発はしません。しっかりと逃がしていく。これでマスターボール、改造マスターボールは処理できたわけじゃな。はい、ということで今回は、マジではちゃめちゃなマジカル交換じゃったな。この天気のようなね、大荒れのマジカル交換じゃったな。そうなんすな、そうなんす。そうなんすもそうなんすって言ってるよね。みんなもねマジカル交換やるときは改造中に気をつけるんじゃぞ。でも本当に奇跡が起きれば世紀の純伝説ポケモンゲットできるかもしれない。みんなも粘ってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。ぶつかってくんな、殺すぞ当たりやがこら。